港未来東急スクエアは神奈川県横浜市西区港未来2丁目のクイーンズスクエア横浜内にあるショッピングセンター運営は株式会社東急モールズデベロップメントとその子会社である株式会社港未来東急スクエアが共同で行うクイーンズスクエア横浜アットとクイーンズイーストが統合され2017年10月27日に 開業。地下3階で、港未来線の港未来駅に直結する。クイーンズイーストの運営会社で、株式会社、東急百貨店の100%子会社であった、株式会社クイーンズイーストが、クイーンズスクエア横浜、アット、の運営会社であった、株式会社、東急モールズデベロップミントの100%子会社となったのを機に、両ショッピング施設の屋号を統一し、 2017年10月27日に港未来東急スクエアとしてグランドオープン。施設のロゴマークは怒りをモチーフにしている。統合前にはアットは59店舗、クイーンズイーストは79店舗存在したが、統合を機に11店舗をリニューアルし、さらには神奈川県初出店となるシェイクシャックやスタージェリーがある。 高梨ミルクレストラン、ナムコ遊びパークプラスなど14店舗が順次新規オープンしている。統合を機に東急ポイントサービスが施設全体で利用可能となっている。1、2、3、4、ステーションコアの5つのエリアで構成され、1、2、3、4はクイーンズスクエア、横浜内のメインストリート、クイーンモールと接続、4とステーションコアは上下に配置されている。 ショッピング施設ブランドの統合により、クイーンズイーストは1、2、アットのファースト、セカンド、サードはそれぞれ2、3、4となった。各エリアごとの主なトナントを以下に記載する。その他、テナントの詳細は公式サイト内、フロアガイドを参照のこと。ありがとうございます。